熱心に思ったりして、例えばフロイトは、狭窄神経症の患者は外から見ると在石灰に苦しんでいるように見えるけれども、男の本人はそれについて何も意識していないということを指摘しました。でそれでフロイトはそれを、無意識的罪悪感と呼びました。日本人は憲法9条にこだわるのがそれと似ています。それは一種の狭窄神経症であり、無意識的罪悪感を示すものです。繰り返すと、日本人に戦争に対する罪悪感があるとしても、それは意識的なものではないということです。また、だから憲法9条は人々が罪悪感を抱いたから作られたのではないし、また過去の行動への反省意識を強めることによって維持されてきたものでもありません。もし、それが意識的な反省によるものであったなら、9条はどう昔に廃棄されていたでしょう。なぜなら、意識を変えるのは容易ことだからです。教育、宣伝、その他で世論を変えることができます。それなのに9条が変えられないのはなぜでしょうか。そこで、教育改憲は教育宣伝が不足しているからだと思ったりですね、ご憲案は教育宣伝が強いからだと考えます。逆にご憲案は改憲派の宣伝拘束にいつも怯えている、そういう光景がずっと続いてきたからです。で、憲法9条には、戦争を禁止する、拒絶する強い倫理的な意思があります。しかし、それは意識的あるいは自発的に出てきたものではありません。9条は明らかに占領軍の強制によるものなんです。だから真に実質的な憲法を新たに作ろうという人たちが戦後にずっといたし、今もいます。しかし、憲法9条が強制されたものだということと、日本人はそれを実質的に受け入れたということとは矛盾しないんです。私の見るところ、フロイトの言葉はその疑問に答えたいと思います。その引用しますけど、ちょっと注意深く聞いてください、ね、難しい。人は通常倫理的な要求が最初にあり、欲望の断念がその結果として生まれると考えがちである。しかし、それでは倫理性の由来が不明なままである。実際にはその反対に進行するように思われる。最初の欲望の断念が外部の力によって強制されたものであり、その欲望の断念が初めて倫理性を生み出し、これは良心という形で表現され、欲望の断念をさらに認めるのである。で、フロイトのこの考えは憲法に近いものではないんですが、憲法9条が、生じた過程を非常にうまく示していると思います。というのは、憲法9条は外部ですから、つまり占領軍の指令によって生まれたにもかかわらず、それは日本人の無意識に深く定着。なぜか、まず外部の力による戦争の断念がある、攻撃性の断念がある。それが両親を生み出し、それが戦争の断念を強めたと求めることになったわけです。だから憲法9条は自発的な意思によってできたのではない、外部からの押し付けによるものですが、だからこそそれはその後に深く定着したんです。それはもし人々の意思あるいは自由意思によるものであれば成立しなかったし、たとえ成立しても党に廃棄されていたと思います。ところで、個人の無意識の場合、精神分析が対話を通してアクセスできるかもしれませんが、集団の場合にはそうはいきません。しかし、選挙、国民投票となるとそれはある程度出てきます。もちろん そのような認識はありませんが、経験的にそれは分かっている。だから改憲を狙う政党政治家がいたとなると、憲法9条を争点から引っ込んでいます。そして選挙の後でまた改憲を行える、それを繰り返してきたからです。ところで、このような集団的無意識は、総選挙や国民投票を通す以外に察知しえないのかといえば、そうではありません。私は、それを知る方法があると思います。これは、作為抽出ですね、ランダムサンプリングというものですけど、
による魚卵巣を探すことです。この実はですね、面白いんですが、このやり方は戦後アメリカの占領軍の一環、占領政策の一環として導入したものなんですね。で、彼らは日本の民主化には、魚卵巣が必要だと考えた。しかもですね、彼らが導入したのは、統計学の理論に基づいた、ランダムサンプリングという、による調査ですね。で、それは、アメリカでもまだ実行されていなかったものなんです。で、それが日本で実行された。1848年、朝日新聞が行った世論調査が最初のものだと、言われています。ある意味で、このような世論調査は憲法9条と類似する点があります。それはどちらも占領軍が勝つ、アメリカでもやっていないことを日本でやろうとした。さらにもう一つの類似点は、占領軍が日本の統治のために持ち込んだそれらのものが占領軍にとって恨みに出たからです。例えば朝鮮戦争が始まった時、マッカーサーは憲法9条を作ったことを後悔したと思います。彼はここで吉田茂に海軍に従って憲法の改正を要請したわけですね。吉田はそれをすぐに断った。それについて吉田は改正条でこう書いています。まず日本は再軍のための資金を持たない。それが第一の義務である。第二に、国民思想の実情から言って、再軍の背景から心理的基盤が全く失われている。第三に、理由なく戦争に駆り立てられた国民にとって、敗戦の傷跡がいくつも残っておって、その一人のまだ終わらざるものが多い。この言い方を見ますとですね、吉田は、妙に心理的基盤だとか、国民の、どうもか、敗戦の傷だとか、そういうことを言うのはないかな。なぜか、僕はおそらく世論調査の結果をしていたからだと思います。彼はこう考えた。もしここで再分離をしたら、大変な反対運動が起こり、内閣が壊れるとか、革命騒ぎになってしまう。おそらくそれを、彼はそれをマッカーサーに言ったに違いない。ただ、吉田茂は、マッカーサーの要求に従って、警察予備隊を作りました。米軍が朝鮮半島に向かった後の安全保障とかね、いうことになります。とはいえ、吉田はあくまで憲法改正はし、警察予備隊が、保安隊、自衛隊というふうに発展していた段階でも、それらは戦力ではない。ここにあって、憲法9条改正の必要を否定したんですね。で、これはある意味で、9条の解釈解決のようなものです。以来、9条の文明を変えないままに、またそれに相反するような軍備拡大がなされ続けてきたわけです。で、ここで、世論と選挙の関係について、勝負と述べておきます。結論から言うと、選挙は、集団的無意識としての世論を表すものにはなり得ません。なぜならば、争点が曖昧なので、投票率も大して低く、投票者の地域や年齢などの割合にも偏りがあるんです。ただ、選挙を通して憲法9条を改正しようとする場合、最後に国民投票を行う必要があります。国民投票も何らかの操作策動が可能だから、世論を十分に反映するものとは言えませんが、争点がはっきりしているので、投票率も高く、無意識が前面に出てきます。故に国民投票では負けてしまいます。選挙で勝っても国民投票で敗北すれば、政権はダメージ、致命的なダメージを受けます。解釈改憲すら維持できなくなってしまう可能性がある。無論、選挙でも9条改定を唯一の争点としたのは大敗すると思います。だから政府自民党は普段は9条の改定を唱えているにもかかわらず、選挙となると決して憲法9条を争点にはしないんです。今後も同じです。なお、世論を知るということではですね、私は
残高3国による世論調査の方が、もっと的確だと思います。しかしその場合質問の仕方に注意しないといけないんですね。例えば憲法9条はこうどう思うかというような質問はダメなんですけど、漠然としているかと。で憲法9条を廃棄するかどうか特定していくわけです。でとにかく質問を適切にすることが肝心です。何しろ問うている相手はですね、意識、個々人の意識ごときではなく無視そのように丁寧に言わないといけない。ついでに言うと、現在やられているような電話によるやり方は残念な参考にならないと思います。例えば、近年はですね、例えばそれは電話を持ってない人は5月が進みます。特に最近の若者は携帯しか持ってないできないんです。ですから、これでは残念な電話の抽出にはなりません。だから面接しないといけないんですが、金がかかるのにやらない。要するに私が言いたいのは、憲法9条が無意識の長寿がなるということは、心理学的な憶測ではなくて統計学的に、裏付けられるものだということです。で最後に一言、現在、世界中で戦争の危機が迫っていることは間違いありません。その国もこの、危機のもとにあり、それぞれに、対策を講じています。そしてそれが、他国に影響し、総合的に恐怖、敵対心が増幅される。その中で日本で優勢になってきたのは米国との軍事同盟、集団的自衛権を確立するという案ですね。でそれは戦争が切迫した現状なのではリアリスティックな対応であるように見えます。しかし逆に各国のリアリスティックな対応のせいで、思いがけない形で、世界戦争に含まれてしまう改善性が高いんです。大事に対してまさにそういうものです。ヨーロッパの地域的な紛争、まあ、オーストリアとセルビアの間に、ささやかな戦争ですね。でこれが軍事同盟の国際的ネットワークになって、まあ、日本も参加するような世界戦争の展開をしてきたわけです。で日本は日英同盟になったわけですね。またその結果としてその大事な者の結果として国際連盟が生まれ、戦争を抑止する不戦条約が成立しました。日本の憲法9条が不戦条約のことは先にも言いました。国際連盟から対し、かつ戦条約を踏み切ったのは、実はドイツと日本なんですよ。どちらもそのような監督理念を嘲笑して、自国の安全をリアリスティックに確保しようとしたわけです。その結果が第二次大戦です。したがって、防衛のための安全や集団保障、集団的自衛、軍事同盟は、何ら平和を保障するものではない。しかし、今もそれがリアリスティックなやり方だと考えられています。そして、日本では今それを実現するために、何としても非現実的な憲法9条を廃止しなければならないということになります。しかし、彼らはそう望んでもできません。60年以上にわたって憲法9条を廃止しようとしてきたのに、それを実現できなかったのです。で今、ロシアの中枢部は、なぜ会見できないのかわからないままながら、多分会見を諦めているんだと思います。もちろんいつも会見を注意します。しかしそれを実現できると考えていない。その代わりに議会で多数派となって安保法案のような法律を作ることでは、また今後に、憲法の緊急事態条項を加えるなどで、救助を無力化する方法を取ろうと確信しています。これは国会ではといっても国民投票では確実に却下されますからやらないでしょう。要するに安倍政権は9条があっても戦争ができるような体制を作ろうとしているわけです。故に憲法憲法は9条がなくなってしまうのではないかということを恐れる必要は全くありません。問題はむしろ憲法の間に改憲を恐れるあたりですね。9条
係を恐れてはいけないと言って、彼らには正々堂々と天候球場を変えたらどうかと言えばいいんです。うわ、それは今日の演題